こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、順番に見ていただくようになっています。前回までの動画は再生リストからご覧いただけます。お急ぎの方は最初の4本の基本講座だけでも大丈夫です。今日のテーマは潜在意識はいつ活動しているのかです。潜在意識はとても量が多いという話を基本講座でしましたね。実は潜在意識はその中のたった一人分ですから勢力は弱いのです。潜在意識の量を測ることはできませんが、とりあえず潜在意識の自分が 5% で潜在意識の自分が 95% と考えましょう。とすると現在の自分が1人だとすると、潜在意識にいる自分は19人、合計20人です。これならイメージしやすいですよね。この潜在意識はいつ活動しているのかというと、もちろん、あなたが目を覚ましているとき、つまり、潜在意識のあなたのときにも水面下で活動していますが、最も活動する時間は、あなたが眠っているときです。つまり、夢の中です。前回までのお話で過去の辛い出来事が今も影響しているというお話をしましたね。それは潜在意識には時間がないために夢の中で同じ出来事を繰り返し体験しているからなのです。ですから潜在意識をコントロールするということは夢をコントロールすることなんです。起きている時に過去の自分と対話するのは夢の中でできるようになるための訓練です。夢をコントロールするなんて、そんなの無理って思いませんか？もちろん、すぐには無理ですが、コントロールするやり方を始めなければ、いつまでも無理です。ですから、とりあえずやってみましょう。今までの動画で、過去の自分の癒し方をお教えしましたね。現在のあなたが、過去の自分を思い出して、積極的に会いに行こうと思っていれば、夢の中で、自動的にその子に会いに行けるでしょう。スポーツと同じで、幼少期から始めている人はそれだけ練習量が多いので、同じ年齢でも上手いですよね。潜在意識のコントロールも同じで、できるだけ早く、そしてたくさん練習していけば、そのうちに上手くなります。過去の自分に会えるのは夢の中ですから、夜、寝る前に練習するのが一番効果的です。今晩からぜひやってみてくださいね。